第37期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の小笠原奈緒です。解説は引き続き A1 リーグ瀬戸熊直樹が務めます。瀬戸熊プロよろしくお願いいたします。お願いします。それでは対局の準備整っております。鳳凰戦 A2 リーグ第5節2回戦東杯の開始です。立ち合いに広柴田の合図によって2回戦開始されました。ちいちゃから藤島、なんちゃに山田、シャーチャにダンプ、ペーチャに逆野の並びです。2回戦の抜け番はふもととなっております。この2回戦から山田が登場となります。ドラが3走さあ、瀬戸熊プロ、はい、1回戦ご覧になって早い戦いでしたがいかがでしたでしょうか。そうですね、はい、藤島さん最後頑張りましたよね。はい、あ、すごい、おお、すごい手はダンプです。ただね、まだまだ今日始まったばかりなんで、 そうですね、そんなにポイント差動いてなかったんで、うんうん、これからですね。はい、そしてここからね、マイナス 82.1 ポイントの山田が登場となりました。現状ピンクゾーンにいる山田13位です。今季は下位3名が高級というシステムです。うん、ウーソーも引いて、あら、スーアンコーも見える。あ、スーアンコーもありますね。マンズですか、はい、G1 から先ほどもね、スーアンコーリーチがありました。ダンプです。結果は補充に回ってしまいましたが、藤島さんはあそこからね、5、2、8、2000、4000と引いたんでね。あ、そうでしたね、うん、気分はいいでしょうね、うんうん、沈んだんですけど、はい、準短期からの復活でした。チーソーは鳴かず、全部タイヤ OK ですからね。チューンを重ねたのは客のです。トンチューンが統一です。まあ、山田さん、大谷さん、二階堂さんがこれだけ苦しめられてるんですから、はい、A2 もレベル高くなってますよね。メンバーがすごいですもんね。トンのポン、一泣きを入れていきました。客の、客のはいいシャンテン。チューンがまだここにあります。特にね、はい、やっぱ杉浦さんの踏み込みとか深くなったなと思いますよね。 A2 の選手でいうと今までとは違う部分ですか。今までと違って、はい、本当になんか深いとこまで攻め込むようになったなと思いましたね、はい、皆さんやっぱね、戦い方を変えて挑んでいますね。ウッパーマのテンパを入れたのが客のです。テンパイ、ツーフーロー、ここもテンパイですね。親番の藤島もテンパイ、パーピンがね、一切れ、自分で一枚テンパイを取りました。闇テンです。イペーコードライチ現物ですけどね。パーピンは客のにとっての捨て牌にパーピンがあります。あ、ウーワン当たりなんですね、これ。あー、ウーワン豊潤に客のの上がりとなりました。ヤクヤク2000点の出上がり、ダンプの豊潤です。客のさん、ああいうの本当うまいですよね、はい、うん、仕掛けた時は本当に的確に上がるなって感じします ね。 そうですね。この前 WRC リーグで、はい、お誕生日に出ておられました、うん、客野さんが、うん、私同卓したんですけど、はい、お誕生日の国士無双を積もってましたよ。自ら自らピュンと、はい、かっこよかったですね。山田が親番、私同い年なんですよ。あ、そうなんですね、はい、客野さんの方が先輩ですか。あ、木は先輩ですね、はい、全然、23期なので、私が28期なので、なんでね、5期上です、はい。1メンツ完成、客のです。藤島0メンツ、山田は親番で1メンツ完成、3メンチャン系があります。龍波が統一はダンプ、2メンツダンプも完成、ちゃんと系でしょうか。ただドラがローソー、ローソーは山田、そしてダンプの元に1枚ずつ、はい。山田さんはきっかけとなる日が欲しいですよね、はい、そうですね、うん、今回ね、15人で3人落ちなんで、うん、多分100ポイント超えなければ高級しないような気がするんでね、はい、うん、じゃあまだまだね。そうですね、ただ上のボーダーはなんか上がりそうな気がするんですよね、はい、やっぱり15人中2人上に行けるんで、うん、うん、よりポイント稼がないと、はい、
下位で争っているっていうのがね、もう不思議な光景ですね。まあまあそうですね、毎回優勝候補に挙げられるんでね。はい、うん、ダンプがイーシャンテンです。ベンさんも引き入れた藤島。選択ですが、ここはシャーノと一落とし、ね、はい、大きくいきましたね。まだ1段目ということで、はいはい、打点を追いましたね、うん、パーマを残すっていうのは6、7、8見てるんですか。あ、うん、6チッパまであるんですね、はい、ここでシャーシャーといくんでしょうか。ここでパーピン切りで6、7、8強く意識しましたね。ほうほうほう、はい、この手配進行山田、はい、まあこのルールでなければだいたい5、6、8って持つことないですけどね、はい、うん、すぐパーマンとか切っちゃいますね、はいはい、相手に対する攻め、相手も打点スピードと打点でスピード上げるだけで打点ついてくること多いんで、やっぱシャア持ってたいですけど、はい、うん、この公式ルール、まあ、そうですね、より打点によるってことですよね、手の組み方が。藤島は難を抱えてスリムに、何でしょうか、ウーマン、うん、ちょっとブクブクしてきましたね。そうですね、イーシャンテンはイーシャンテンですけど、はい、本当はピンズの後継で最終テンパー取りたい。はい、ドラローソーなんでね、想像払えないですもんね。ちょっと困りました、うん、まあ嘘はチーになりそうですけど、チーマンチーからは発信しないですか。チーワンチーあると思いますね、うん、この形、うん、ただチーワンチーした時は嘘、はい、カンウソがもう最終形というよりもシャンポーミーテのチーでしょうね。ほう、この後の手配変更、ローソウーアンとかのシャンポーを見ながらですね、はい、カンウソはやっぱ街としては弱いですもんね。そうですね、うん、ローソウがドラで、はい、ウソはタチャも多分使うと思うんで、はい、もうどうしましょう。一回スーピンキルはありますけどね。2層2枚切れ、はい、紡ぎっていきました、うん、3層です。藤島がイーシャンテン、いったったったなんでやねんあのパーピンは残せないですね。聞いてないですね、あれはさすがに、はい、ドラ受けが、藤島が6チップが見えてきました。あ、来た、お、来ました、これリーチもありますよね。おお、はい、タンヤオドラ1はリーチです、うん、はい、ガンチーマン待ち、そうね、悠長に構えてると相手も来ちゃうんで、はい、まあ、打点が中ぐらいにあるんで、はい、うん、一人でつもりに来ますよと、うんうんうん、まあ、決して上がりやすいというわけではないですもんね。ただ、リーチして相手を止めて、はい、引いた時が大きいってことね。うん、時間を稼いでリーチタイヤをドラ、積もれば大きいですよね、はい、3900オール、はい、チーワンありますか。ここに客の元に1枚、ダンプの元に1枚です、はい、2枚いれば十分でしょう、はい、藤島もチーワンは使える形、どうでしょう、ドラ通ります。あ、来ましたよ、テンパイ、数万切ったらパスソの役割テンパイ、勝負、お、筋になった、出るかもダンプさんはちょっと止まんないかもしれないですね、チーワン現在2人テンパイ中、はい、まあ、ダンプさんの数ワンは明らかにテンパイなんで強いですね。強いですね、ウッパスを現物ではないんですよね。うん、でもやめて、しかもダンプさん怖いことに背定ですよ背定ですか、背定チーマン止まんないでこれ多分危ない、あ、チーマンのつま上がり、これは嬉しい、先にあったのはそこにチーマン山田の上がりとなりました。リーチタンヤオツモドライチです。3900オールのつま上がり、一番嬉しいね、一番嬉しいですパーピンがありましたけどね、途中でね、はい、ちょっとうえってなりましたけど、がぜんやる気、はい、これは
山田にとっては初戦の第5節。3球オールを決めての親番連チャンドラが9番です。一メンツ悪くはないですね、はい、ショーからタンプはチュンが統一。おお、面白い。あ、ドラドラ、はい、ドラが9番です。なんかダンプさん今日はちょっと絶好調って感じじゃないですね。うん、なかなか気持ちよく決められません。ただね、ポイント持ってるんでやっぱり、はい、あのいろんなことできますよね。うん、というのはあの、まあ、沈んでても3着で抑えればいいやとかね、はい、ラス引いてもまあ2万手持ってればいいやとか、そのぐらいで余裕ありますよね。やっぱり沈んでる人たちはなんとか早くプラスになりたいとか ね、ちょっとでもプラスを稼ぎたいと、はい、今日1日まとめて帰りたいとかそうなっちゃうんで、はい、思っちゃいます。確か余裕がある分ね、はい、大きく構えられたりしっかり受けれそうです。ナンプさんは100ポイントを切るまでは結構ゆとり持ってできますよね。うん、うん、まあ、そういう戦いもうまそうですよね、ナンプさんって。そうですね、うん、まあ、とにかく展望を持った時の戦い方うまいですよ、はい、ダンプは。結構トーナメントも負けあまりないんですみたいなご本人もおっしゃってましたかね。はいはい、グランプリ取りましたしね、はい、グランプリに王位も取っています。新人王、うん、WRC リーグも獲得。結構タイトル多いですね。はい、ブースが縦に来て、ここは三層切り、逆のもいいシャンテンです。マンズは残さない。3色ですか。うん、残しておきます。1、2、3、3色なんでですね。ああ、はい、9万がドラでした。ウーピンが2枚切れです。スーピンを切っていく客の。来ました。うん、残したカチャリ。これはトーンとパーワンの比較ですね。はい。ローマンがもうすでに3枚切れ。はい、3色は見ると思うんで。トンの方から打ち出していきます、はい、まあダブとも重なった時打点上がりますからね。はい、テン、あ、いいシャンテンですね。6シャージ見たいんでローソー残してましたけど、ここで見切っていきました。はい、客のいいシャンテンに来るか。いや、お前じゃないよって感じ。これ取らずありますね。ポイポイしました、うん、取らず、はい、テンパイ取らず親番山田です。はい、まあ順目的に全然まだ余裕あるんで、はい、現在中盤いいシャン、おお、鎮痛まで客のありますね。本当だ、ドラドラドラとか引いたら最高です。中連ドラも藤島が2枚持っていました。んー、ちゃうねん。積もってた。一発も先輩が取ります。そうですね、今度は想像の複合系になったら渋々リーチかもしれないですね。はい、まあ、ドラ短期とかもリーチになるんですかね。はい、そうですね、チュンションパイどうしましょう。つもぎっていきますか。おあ、1、2、3もう、あ、ただこの3番が、あ、いいペーコだ。そっか、お客の日本人になってしまいました。うん、いいペーコ1300は1600です。統一で持ってた時にね、1万外したの、はい、客さんに、ま、間に合ったなと思ったんですけど、はい、もう一個がね、もう一個が出る形になっちゃいましたね。はい、あれはちょっとなんかちょっと悔しい包丁ですね。はい、うん、まあ、まあシャンポンで一回回転取る人もいるでしょうけど、瀬戸熊さんどういう結果になってました。まだ引き伸ばしてます。いや、微妙だな。全局3キョール引いてるんでね、はい、もう一発パンチ入れるチャンスですから ね、同じになりそうな感じがします。はい、あ、客の手形、
山田の親が終わって、トーン3曲はダンプの野蛮です。ドラがリャンピン。ドラのリャンピンはどこに。タメンツできているダンプ。あ、客のさんもいいですね。いいシャンテンです。藤島は問いつけでしょうか。3問いつ。じゅんちゃんた、じゅんちゃん、どうでしょう。まだもう少し時間がかかりそうです。ドラ引きダンプ、これが初めてのドラ。今日のメンツは全員なんかちょっとシビアに手作りしてくるんで、はい、結構スピード遅れるとやられますよね。ああ、それも怖い戦いですね。またなんかみんなシビアにミスなく、はい、進めてくるんで、イノシトリになるわけですね、はい、一つの過ちだったりが。ね、やっぱりちょっと大物手狙いとかの人とか入ると順目深くなったりね、はい、ただ上がられた時相当怖いんですけど、はい、多少ね、こっちも手作りできる時多いですけど、今日必ず誰かが速攻の手入ったらそのまま上がってきますからね。結構シビア系が揃いましたね。 A2 リーグの来ました。カンウスを引き入れて悩みなくのリーチです。スッチーピン、これは、1段目のドラ切り、チュンチャンパイ切りリーチなんで、はい、必ず高いか間違いかどっちかです。おー、はい、というのもまだ手組みを変えることができるから、変えることができる順目なのに、ドラを切ってまでリーチに踏み切るってことは、はい、はい、おー、両方兼ね備えてることもありますけど、はい、じゃあ結構行きづらいですね。結構行きづらいですね。リーチを受けています、はい、客ののリーチドラ切りです。マッチはスッチピン。まあ一応面単品なんで考えられる最低 の、はい、ラインですね、はい、打点的には。これが例えば前原さんとかだったりしたら、はいはい、また人読みとかで変わってきたりもするんですか、はい、それでもやっぱり、いや前原さんでもどっちか満たしてると思いますね、はい、親の前原さんの時だけ、まあ安くて愚形可能性はありますけど、はい、中の統一落としです。親番ですけどね。ダンプとらわせていきます。それほど客野さんのリーチは信頼度高いですよね。ただ後傾と考えれば、はい、まあ両面なんで、はい、だんだんね、捨て牌情報が増えれば踏み込める牌が増えてきますよね。そうやそうダンプがこうやって三蔵無筋1個行くと、道が開けてくると、みんなで頑張って一筋ずつぐらい行ってくれると2番手がいけるんですけど、はい、か後継であろうこそ後継、そうそうですね、はい、まあ一応リーチ3色とかリーチ1通もあるんですけどね。あ、そうですね、うん、それの愚形もまだ残ってますね、はい、そういう愚形の可能性もあるけど、その時は打点が高いと、はい、山も切っていく、はい、自分で切り開いてますよね。頑張ります。タンプ筋2本通しました。そうですね、いいシャンテンです。キューピン3本目いくでしょう。頑張る。どんどん通していきます。一人でで、藤島さんと山田さんは今度親の反撃に備えて降りていかなきゃいけないんで、はいはい、大変ですね。そうですね、あんまりリーチの現物ばっかり抜いてると親に間に合わなくなっちゃうんで、はい、なんかそういうタイミングも難しいですよね。難しいですよね。もう電波入ってるかもしれないしとか、はい、なんかいろいろ考えちゃうと、ありますよね、さあ親が強く来ている局面です。リーチ者の逆の、そして親がダンプ、ションパイ、はい、これもちょっと嫌な牌ですけどね、はい、スッチーピンは残り余り3枚です。お、来たんじゃないですか。さあ当たり牌を使い切って転牌しましたが、3ピンいけるか、行かない。サブローピンとスッチーピンだけ嫌なんですね、おそらく。もう自分の中で決めたんですね、はい、まあよくある形で、はい、ドラがリャンピンでも
まあピンズ245で引っ張ってて、うーんありますね、ありますよね、引っ張っちゃいます、はい、うんうん、単品の両面両面で、はい、片方が入って、まあはい、だったらサブローピン取るでしょってことでね。お、これで一寸チッピ振り点ですけども、振り点ですね、チーソーは勝負、ね、だからダンプさんの中で多分本戦はサブローピンになってると思いますね、はい、まあ、近しいものがありますね、はい、スッチピンです。そうですね、スッチピンは残り2枚、一寸チッピンがダンプです。リピは残り1枚です。ただ出上がりができないダンプ、はい、現在2人テンパイ中、もうさすがに親もテンパってるであろうってことで、はい、2人は慎重に降りてますよね。丁寧に両者に通る牌を、ツーピンのつも上がり、ここは決めてきました。ダンプの上がりとダンプなりました。はい、単葉もついて単葉ピンフツモドライチです。2600オールのつも上がり来ましたね。来ましたね、はい、ウッパーソーに取らなかったことが優秀ですよね、はい、取っちゃいそうですけどね。さあピンズを使い切っての上がり、ダンプの親番連チャンです。今のはいい上がりになりました、はい、トラがパーマン、ダンプの手配、3色があるか、単品系です。逆のゼロメンツ、藤島は1メンツのドラが1枚、6チッパがあります。山田はペーチャでシャーが統一、メンツはありませんね。ダンプメンツなし、そんなにいい選手は今回いなさそうですが。そうですね、はい、山田さんはどっちかのポイントに行きたいんでしょう、おそらく。できればじゃあマンズ色ですか、はい、ドラの、ね、あ、ドラドラ、おチャンスになった、パーマンがドラです。貫禄も引き入れたのが山田、ドラが1枚浮いているダンプです。もう打ち出すこともありえますが、あ、打ったポンかな、ドラ切り、うん、藤島泣いていきました。ここで、はい、これで全員忙しくなりましたね、はい、緊張感が走りましたよ、はい、ドラのポン、ドラを泣かした親も怖い、そうですね、うはい、はい、いいシャンテンです。チューンが統一は客の藤島はタイヤを系で決めていきたいところ、ね、藤島さんも親が来るのは分かってるけど手、はい、ブクブクになりましたね、手配が、はい、今リーチってこられてもめちゃくちゃ怖い、いや困っちゃいますねでも大体あれドラポン入れてきますよねまあそうですね、うん、あ、いいとこ泣けましたね。ここ大事な線、チーマンなりそうですね、パワーポンだから、はい、チーマン切ってのイーシャンテンくっつきです。あら、お帰りなさい、もうこの次の泣きはないですか、藤島さん。まあ下ろさないでしょうね、おそらく客野さんがもう、ああそうですね、うん、もうテンパイしたかもしれないと思ってるんで、はい、だから親がリーチ来た時にもう一個泣く可能性ありますよね、お、うん、親の現物を誰かが切って、はい、違いますね、二度受けの部分嫌っていきます、差し子ならないですもんね、はい、ローピン、チーピンがちゃんとにならない限り、うん、もう完全に親と親の現物を合わせてますよね、はい、客野さんはその場で切れる牌を切ってますね。テンパイです、リーチ、まあここまでは藤島さんも予想してたでしょう、そうですね、こっからどうなっていくでしょうか、はい、リーチ、単葉ピンフダンプ、サブローマンです。来ました、サブローピンにしますか、サブローピンでしょうね、はい、はい、サブローピン対サブローマンのテンパイです。単品はない、ない、うー、でもサブローマン薄いですよもう毎回ってまたシャンポンだったと思ってたこれサブローマンいいですね、でもね、見た目的に、ああ、いや入り目怖い、
安全に行くなら3ピン、ワンチャンス。あ、リャンウンピンです、はい、でもリャンウンピンの方が枚数いるんじゃないですかこれ。お、逆のが3枚使いですね、はい、うん、ダンプも相当自信あるでしょ。サブローは、まあ、実際はそんなにいないですけど、ニヤマです。サブローマはニヤマ、5パー対77ですからね、はい、いい勝負。うう、決着つきそうですが3対2ですか。リャンウーピン対サブローマン、終盤に入ったところ、うん、タンヤをドラさんの藤島、そしてダンプはリーチタンヤをピンフ、両方上がりたいね。はい、どっちも上がりたいですね。もう行くしかないですよね、うん、サブローは止まんないもんな、はい、さんもだっていっぱい行くから。あ、やめた。あ、リャンピン抜けた藤島の上がりとなりました。ダンヤオドラさん7700は8000点。いやダンプさっき上がり決めたのに、ここもまたね。まあただやっぱりエッツリーグですからね、はい、なかなか。そうですね、うん、なんか気持ちよくパンって行かしてもらえないですね。行かしてもらえないですね、うん、さあ藤島が上がってトン4局となります。客のノヤ番ドラが9ピンです。ドラは1枚、メンツはありません。客の遠くに3色が見えます。おドラ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 藤島ピンズチーズ、何ですか、チーピンポンキューピンポンで、あらここもいい、おろろ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 、イーシャンテンだ、イーシャンテン、あらここも落ちといて、はい、客の3ピンチ、親番連チャンまでいきなさそうな現状です。まあ全然わかんないですけどね、はい、まだまだ。あらこれ嬉しくないですね。でもドラドラだから、ドラドラなんですよ ね、 すね。まあ一回スワン切っときますか、はいはい、パーワン9ピン入ればリーチですかね、はい、瀬戸熊さんは今この現状で泣きは考えてますか。誰のですか。藤島さんの手配です。考えてないですねこれは、うん、この形です。流派が重なったら泣きそうですね、はい、はい、現状9ピンのポンからとかは発信はしないですね、しないですね、はい。まあ、9ピンポンできるってことは9ピン切った相手は早いですし、はい、うん、確かに自分がね、はい、手役がガラス張りになるんで、上がりにくくなるんで、だったらリーチ打った方がいいですよね、はい。まあ、それこそパワーと9ピンのシャンポンとか、はい、あ、泣けないウッパーピンテンパイ入るシャンポンでもリーチと、まあ、ウッパーピン入って伸ばすことはもういっぱいあるですけど、うん、まあ、ここですね、はい、分岐点リュアキットクもあるし、リーチですね。リーチとなりました。まあ、これも当然ありますよね。あ、ただ、早かった。ね、山田さん、上がりとなりました。はい、リュア短期になってますね。リュア短期です。1600。はい、あ、ここは潜んだ山田の上がり。乱入となります。2回戦です。藤島の親番。今日はピンク一色です。ドラはチーピンとなります。なんかといつ乱入中、メンツはありません。といつは3組です。山田にもメンツはない。ダンプは1メンツできたところ、客のにも一メンツ、うん、客のさんがいいですかね、はい、3ピン系でドラ1枚、3色も見えていますね、はい、ドラ引きダンプ、お、感想引き入れました。どうですかね、泣きが多い藤島さんなので、うん、何のポンから入りそうですね、はい、うん、結構こういうの仕掛けますもんね藤島さん、うん、この形です。今日からオープンレッグなんですね。あ、そうですね、はい、移行しました瀬戸熊さん、しました、はい、まだ私オープンレッグはよく分かってなくて移行したんですけども、はい、
サブスクでしたっけ、サブスクに入ればいいんですよね、はいはい、サブスクの意味はよく分かってない、よく分かってないさあ藤島がチートイのイーシャンテンですね、親番です。チートイーシャンテンになっちゃうと今度打点的にはチートイズの方がいいんでね、はい、うん、泣きがね、残忍オールからドラ持ってくれば6戦オールまで見えるんで、うん、両面に振り返ります。ね、ゴロッチは見たいんですね、ダンプさんは。はい、空切りとしました、はい、こちらは3色、1、2、3、3、1、2、3あるんでね、はい、触れなかったですね。やはりナンは泣いてませんね。泣いてないですね。やっぱりあのチートイズの方がいいってことですね。はい。感知数引き入れて選択です、はい。まだドラが出る可能性がありますね。あ、これでもう6戦オール狙いに切り替えるんじゃないですか。いいですね。スーソー、ウソー、ローソー選択すると思いますね。はい、ウソーが2枚切れ、はい、スーソーは1枚切れ。スーソーから切っていきます。はい、ただ次ウーソーって並んだ時にちょっとチートイツも浮き彫りになりますよね。はい、まだメンツでは藤島見ているってことでしょうかね。あ、まあそうね。うん、メンツでは見てますね。カニヤマ引き入れたダンプ、イーシャンテンとなりました。来た、すごい、素晴らしい。2枚切れのウーソーを残してウーソー引きのテンパイ、チーピン短期。わお。十分ですね。十分ですね。ドラ短期リーチチートイドラドラです。積もって6000オールまで。39,000点親番藤島。風装残しが行きました。あら、山田もいいシャンテン。もうこのルールで、はい、ドラ短期チートイツリーチ、はい、もう何万回打ったか分かんないですね。はい、あんまり上がれるイメージなくないですか？まあまあそうですけど大体打ってますよね。基本打つんですかね、このルールだと。このルールは みんなもう本当に数えきれないぐらい打ってると思います、ね、結構積もられるとぐったりするやつですね、うん、6戦オール。さあトラ短期1枚あれば十分です。もうダンプも受けています。山田がどうかといった感じでしょうか。そうですね、うん、うん、捨て牌はメン、はい、あ、なくなった、なくなっちゃった。あ、イシャンテン復活、イシャンテン復活、三色ドラドラ、はい、テンパイです。パーピンキューピン役なしテンパイいかないでしょうね。はい、現物のパーマを抜いてテンパイ取らず、ダンパードラドラですがここもやめに、はい、ちょっと順目深すぎるんでね。はい、こうなると一人テンパイ流局濃厚でしょうかね、うん、まあ本人もね、はい、まあ、上がれればスーパーラッキーぐらいの感じですもんね。はい、今筋になりましたけど、まあ出る範囲でもありませんあ、頑張ってれば、本当だ、頑張れば、うん、テンパイ見たいんですよね。だからスーピン現物になったんですよね、はい、でローソー筋筋でリャンソースーソーの枚数チェックで、スーソー切れてるんで換算像がない、お、うん、現物を切っていきます。これリャンソーぽっこりいたら熱いですね。熱い、と1回ずつとなりました。ツモ番、テンパイは入らずですということで、はいはい、一番安全な E ピンですね。折りに回ります。しっかりと
敗退は山田となります。龍局、藤島一人転敗で龍局です。 G ピン短期 G 統一でした。一人転敗で連チャン1本は行卓は1本です。2回戦も難入中。ドラがローピンです。お、お、スタメンツ、いいですね。はい、すでに完成しています、うん、ドラも1枚いい手配。山田はジトイツが本戦でしょうか。ノントイツダブナン重なればね、トイトイとかも見るでしょうけど。あ、そうですね、山田にとってダブナン、はい、マンは残り山に、あ、1枚だけ。おー、ヤーマンがアンコになりました。いいシャンテン早い早いですね。タイムギャオドラ1リャンワン殺し6枚使いです。さあ、この矢に対抗できる方はいるでしょうか。リュウハが統一、うーん、逆のも地配が重なればといったところ、はい、G統一のイーシャンテになったのが山田です。白は場に2枚切れ、おー、スワンコまで、まだ場には枯れていません。チーソーイーマンローマンペイ、もう泣くとトイトイのみになっちゃうんで結構頑張るでしょうね。山田ですか、はい、はい、おー、チーした、嘘、すごい辛いですねチーしたすごい、3万数万です。イーマンだと上がれない形です。え、これ泣くんですね。まあ、藤島さん、ああ、ロンだ。ああ、藤島さん最近こういうの上がりますよね。泣いて。三万の出上がりとなりました。ダンプから藤島が上がります。ダンヤをドラ1です。2900は3200。辛い。初恋出ないです。うん、まあ僕も出ないですけど、はい、藤島さん結構ああいうのも徹底して泣きますよね。まあ今日はよりそういう色の強いメンバーが集まってるんで、あ、そうですね、あ、いい手、おお、またもやいい手配、またいい、今回はドラがいいそうです。パッと見いいですね、はい、チューチャンパイばかり、ハクがドイツはダンプです。アンコが1組、ドイツが2組です。ヤクノはドラが1枚浮いていてメンツもありません。山田は一面ツ完成です。両面ターツは一組、チュン・リュウハを重ねたいでしょうか。ここはローマンからソーズの本一まで見ているでしょうか。チュンを重ねたのが客の、いきますか。わ、行きましたよ、3万の方から、はい、これもヒロさんらしい感じですか ね、 そうですね、昨日の久須さんも本一大好きですけど、はい、山田さんもそれに負けないぐらい本一好きですからね。両面から払っていきました。3万数万見せていきます。二階堂さんも本一好きですよね。おお。結構本一好きって多いですよね。まあそうですね、うん、特にこのルールはやっぱり本一すると手っ取り早くね、打点上がっていくんで、はい、はい、しかも周りも結構警戒してくれると。まあそうですね、うん、まあ相手のやってることは分かりやすいんですけどね、打たなくするのは簡単なんだけど、はい、ローピンがアンコになりました。また挽回、挽回じゃないサイド数アンコがあるでしょうか。
こっちもゴツゴツしてきましたね。3品かな、うん、自然肉なら3品でしょうか。うん、何かを考えている。あーチートイツですね。ローマンが2枚切れでした。スチーはあんま良くないってことだね、じゃあね。あーでも正解、スーアンタンプさんはこう。おー素晴らしい読み面白いですね、今のウーピン切りは、はい、さっきはメンツで見ながら嘘残してね、うまくいったね、はい、なんか今回とりあえず3品かなって切っちゃいそうですけどね。うん、嘘もつもぎっていきます。チートイツに絞ったってことですね。チートイのイシャンテンは藤島親番。あ、来たよ。わあ、3個。現状一寸差の天敗、出上がりができる形です。イーソーがドラ。山に1枚ありますよ。あります？吸ったものあるじゃないですか。ハックあります。待って、ニャンソーサンザ薄いから、すごい薄いから、はい、ハック引いた時が大チャンス。はい、でイーソーは残り1枚あります。はい、3あんこ、現状3あんこ。ドラ、ドラなし、ドラなしです。8、どういう結果なるでしょうか。さっきはね、ダンプ報じに回ってしまいましたけども、とりあえずぬるりと来てほしい、来てほしいですね。なんであなたが。まだね、こっからでもまだ、まあまあね、まだ、はい、まあ、ただこっから変化少ないんですよね。ほぼ変化しない、ここにいっぱいありますね。うん、あそこを崩すことはできないんで、はい、厳しいか。逆のイーシャンテンです。ただ白がもちもち、まあでもイーソーいるんですよね。残ってます、残り1枚です。あ、客野さん、イーソー危ない。あ、本当でした。あ、あ、大丈夫、ない、ない、順からですか。山田さんは出ない。あ、でも藤島さん、さんざ危ない。あ、でチュン出たらこうどうします。客野さん切らないのかな。まあ、ポンチュン、ポンしてイーソーなるかな。はい、ドラ勝負するかどうかですけど、まあ客のさんなら泣かないもありますが、俺三蔵もあるな。三蔵危ないですよ。三蔵は宝珠杯です。漫画の宝珠、また耐えた、先ほどの数層のように。山田さんじゃあちょっと上がり目ないですね、今ね。はい、焼くのも、もうやめましたね。はい、ドラを切らないとなると、どうこうなると藤島またダンプの戦いになりそうです。山田もここは時間を使います。チュン、あ、ポンはしていくんですね。うん、ウィースを切らないテンパイ組めたら組むってことですね。はい、チューンのポンを入れていったのは客の、これでチューンがなくなった藤島。あ、現在ダンプは三層と白の天杯ですが、山にはもう残っていません。答えが分かっちゃって、こういう時はちょっと悲しいですね。はい、切ないですね。選手の、ね、気持ち的にはね、あ、まあそうですね、はい、積もりたいっていう思いがね強いですけどね。ポンだ、ポンしてテンパイ6球走、はい、役はないですね。はい、シャーチャーではありません。山田です。あ、完全にやめた、受けました。藤島はどうでしょう。テンパイは入りません。もうツボも残っていません。重なる範囲がないですもんね。はい、もうやめ、あ、1枚いきましたね。まだ親番見てる。あ、でもって、そっか、吐いて、で、もう意地悪。まあ通るんですけど、かなり嫌ですよね。嫌ですね。三蔵切るか、はい、イーソー切るか、ね、最終手出し山田がリアンソー、はい、どうですか。どっちも嫌ですね。どっちも嫌ですね。あ、もうかわいそう。あ、もう地点的にはノーテンバップも欲しい。はい、どうしましょう。選び抜きます。リャンソーが、そうですね、まだ2枚しか見えてないですね。背景なので役がなくてもロンが言えます。はい、いやー、これだけはというものを持ってきてしまいました。
実際は通るんですが、最終手出しはリアンソーがかなり、あ、9走当たりだ、9走当たり、いやー、まさかの9走は宝珠杯になってしまいます。ダンプの宝珠山田の上がりとなりました。3945の上がりです。相手ドラドラくわ、まさかダンプ宝珠に回って山田は嬉しい上がりとなっての親番です。何局ドラが小そう。そうなんですよね。まあより全員に安全でなるとやっぱ9走選ばれちゃうんですよね、はい、うん、あれメンタルくるやつですね。ちょっと白も切れないし、クワも切れないし、はい、想像したら切れないしってなっちゃうと、3走と2走の選択を思いっきりしてればね、はい、いや大丈夫だったら無理ですよね。ちょっと怖いですよね、配定、あれ配定じゃなければどっちか選ぶんでしょうけど、はい、もう見てる方からするとね、どっちか打ってって思いますけどね、はい、いやダンプ今日ちょっと苦しいですよ。厳しい日になるかもしれません。ただまだ2回戦山田はもう早くもイーシャンテンとなっています。親番です。面白いのが、はい、今もダンプさんやっぱりリーチって言ってると全然展開違いますからね。確かにさっきはリーチって言ってましたよね。そうなんですよね。だからさっきリーチしてちょっと嫌なこと起こったから、はい、今回ちょっとやめてね。なんか逆の逆のね、まあそうね、ね、しかも白だったらポロッとこぼれる可能性あるかなって思って、ションパイのツーパイなかなか出てこないですからね、はい、やっぱりイーシャンテンぐらいだと、はい、もう早くもつも上がりとなりました。闇天のつも上がりリャンウッパーマンです。ピンフつも700ホールです。やっぱこのルールだと闇天がセオリーになるんですかね。どっちもあると思いますね。うん、ドラ引きなどありました、はい、山田、ね、まあ、明らかに高くなる要素がなければ、はい、まあ、そのままリッチいくでしょうけど、今数万単位を振り返るとかね、はい、いろいろあったんでね、はい、積もってレンちゃんです。一本馬ドラガチピン、なんかいつもなんか選択が恨めっちゃう日ってあるじゃないですか、うんうん、そういう時って瀬戸熊さんはなんか考えたりすることはあるんですか。逆の逆を言ってしまう時とか。なありますあります。で逆の逆でいつもと違う方ってまた逆みたいな無限ループ、無限ループ難しいですね。さっき法廷って言いました。あ、拝廷って言いました。だね、失礼しました。失礼しました。法廷です。昨日も僕とブラジル2回。本当ごめんなさい。法廷です。ご指摘ありがとうございます。大変失礼いたしました。法廷です。法廷です、ね、はい。大変失礼しました、はい。ごめんなさい。瀬戸熊は謝罪3回目です。私のせいです。いえいえ。瀬戸熊さんすいません。申し訳ない。入っていって言っちゃう、はい、すぐ言っちゃいますね。もうなんでなんですかね。ダメですね。しっかりしないと、はい、さあこれは数層引きで、おー、つもぎりです。まっすぐですね。現状は4統一の山田親番です。はい、これはトイトイも見たいですね。客のさん白チュン統一となっています。チートイツよりは白2枚目になりますけど、次出たらそうですね、うん、打点はトイトイの方が確保できますけど、はい、流派頑固になったのはダンプ、この形です。本一も見れるありますね。なんかいろいろ見えてきました。ガンリャンピン天杯ですか。トーンが今1枚切れたばっかりなんですね。あ、闇天ですか、うん、ドラ引きや、そうですね、うん、ピン風代わり、いや親のシャート伊藤として入った、どうでしょう。怖いですね。想像まで一気に寄せるか、まだ急走、まだ分からないですね。まあとりあえず役配動きそうですけど、はい、これパワーピン1枚切っておきますね。はい、はい、天杯外して、うん、そうするとウーピン3ピンチーピン全部 OK、はい、そうですね。ピン筆イーシャンテン藤島天杯を崩しました。おー、ダブナン難しいです。数万切り、うん、ウーマンが2枚切れ、あ、ごめんなさい、1枚切れ、スーアンコっぽくなってきましたね毎回ゴツゴツしてる、懲りずに、はい、スーアンコの手配が来ますが、そうですね、はい、ちょっとドラ引きを拒否してカーシテにしましたね、福島さんは、はい、あ、痛い、キャーでもそれがね、リターンがありますからね、きっとね
あ、ピンズに行った。スタンプがピンズの本一 EP のポンからの発信です、うん、トイトイじゃなくピンズに行きましたね。はい、トイトイうまくいかないですからね。あ、これはポンかな。2枚目の白が藤島から出ます、はい、逆のがポンポンして選択はソードの本一、うん、はい、まあ本一の方がね動きあるんで、はい、スタンプは2巡目に9ピンを切っています。イーシャンテン山田、この数ピンをチーしてダンプが先制転敗、なんと3ピンのシャンプー待ち。あー、すぐ下がった、掴んじゃったナンはこれで山からなくなりました。いや、ピンズ切りづらい。はい、どうしましょう。今度はトントンになりそうですね。それかマンズ1枚とか。あ、まだ行く。頑張った。あー、いいピンポンなんですね。あ、結構切りやすいですか。うん、イーピンポンならばと、ダンプがイーピンポン、スーピンのチーです。逆のさん、テンパると勝負になるな。ここでやめ終わりますね、はい、やめた。逆の敵にはこれはやめの牌でしょう、うん、藤島テンパイ継続中。じゃあどんだけ来る。4枚目チュン、泣けますか。泣いていく、泣いてどうにかテンパイ取れればと。はい、ウーピン頑張りましたね。おい、頑張りましたね。うん、今の一巡でウーピン、あ、まあ、勝負になる手だからってことですね、まあ、自信が。そうですね、打点的には五分と見てるんでしょうね。はい、泣きました。あ、これはマンズでかわしてですね、ウッパーマンの天敗、はい、マンズは一番上がりやすい。はい、両ウーピンに待ち替えできますが、待ち返していきます。最終手出しが何取るようになった。あ、本当だ、素晴らしい。ここで聞いたら天才ですね。ですね、リャンウーピンに待ち返したところです。さっきは通ったけどウーピンがね、はい、ウーピンさっき通ったけど3ピンの手出しは当然見てるんで、はい、やめそうですよね。ということで藤島さんも止まりますよね。客野さんはウーピン通してるけど、はい、9万とかに、あー、リャンピン行き切りました。ダンプの上がりとなります。本一役牌です。5200、藤島行きましたね。そうですね、やっぱり客野さん通して、まあ、3品から切りのケースもあるってことですかね、はい、まあ、自身が転敗というのも大きかったんでしょうか、まあ、そうですね、4人転敗濃厚な感じでしたが、ドラがウーピン、なん3局です。ダンプの野蛮、ダンプ今の上がりをものにして2万点になっております。ラス前です。ドラドラ、うん、お、3トイツ、こちらも3トイツです。親場のダンプ、単位 OK でしょうか。これで一メンツ、山田も一メンツとなります。意外と親もチャンスですね。藤島さんぐらいですか、早いのが。うん、ダンプ形はまだ厳しいですが、はい、うん、周りが遅いと。ウーピンがドラじゃなければチャンタとか、ね、チンね、純ちゃん行きたいですけど、はい、白を重ねたのが客の、白はすでに1枚切れです。これは嬉しくないな、このイソ、イソ引き、はい、ただ藤島さんはね、はい、まだ900点浮いてるんで、はい、ここは浮きでしっかり終わりたいですよね、まあ、数万とか引ければピンフで、はい、カランスーマンウッパーピンのイーシャンテンです。うわー、イーシャンテン、あ、これ地位ありますね。ペンサンソー、サブロッソー、はい、ローソーとかも地位しやすいですね、はい、
ただ老荘地位は怪しすぎる。おかしいです。おかしいですね、はい、老荘地位三蔵地位はまたわけわかんないですけどね。うん、みんな悩んじゃいますけど。ただ1245なんでね、二度受けになってるレダープさんも一通捨てて違うところにメンツ求めるかもしれないですね。うん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 、イシャンテンドラさん、一通、うん、あ、これでダンプさん振り返りましたね、はい、マンズターツに。ウッパピン、はい、うん、もう E1 が1枚切れて3ワンも1枚切れてるんで先に切りましたね、3ワンを、はい、すでにテンパイが山田です。ただ薄いですね。ウッパピン待ち、ここにウッピンがあんこです。ウッパピン2枚か。今度は目いっぱい、はい、テンパイ2を諦めています。藤島さんも椅子は薄い。どうなるでしょうか。一応単品イーペイ好変化があるんで上着ですね、これ。うん。現在終盤。藤島イーシャンテン。あ、ゴロチだ。あ、違った。上着来ちゃったんだ。でも。手代わりはまだ三色の手代わりあります。赤ワンコになりました。イーシャンテン客の空切りとなっています、はい、いやー入らんかね。テンパイつもりました。パーピンのつもがり、ね、はい、はい、ピーフつもです。山田のつもがりです。400、700。ダンプドラさんの手決めきれず、うん、辛い展開が続いての2回戦はウォーラスとなります。逆のの野蛮、ドラはイーマンです。ほら、7、8、9は丸見えじゃないですか。本当だ、うん、6、7、8になっちゃうかもしれない。あ、そうですね、はい、6チッパー、2万が今回はドラで、うん、おー、いい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 、ドラから切った。いや、今ダブルチャンスだったね。あ、本当だ、うん、3、3万がちょっとネックですけど。あ、9種だ。藤島さん、痛い、痛い、痛すぎ九死九敗流れます。このルール、これは藤島さん圧倒的に痛いですね。こちらの手、イーシャンテンダブリーチャンスでした。だってあんな大事な2枚切られたらね、はい、おピョンってつきましたね。やめますよね、はい、ダンプさんも国士とか言ってる場合じゃないんださあ、流局となりました。一本場で客の野蛮レンちゃんです。ドラが三層です。あ、ごめんなさい、テロップがちょっと今シャー一曲となっておりました。大変失礼いたしました。失礼しました。シャーにはしません。どうしたらその間違いが生まれるんですかね。面白いですね。サンマーやってるんだよ。あ、そっか、はい、シャーニューがあるんですね。シャーニューある時ね、そっか、はい、そっか、テロップ的にはあるんですね。今回はダンプさんいいんじゃないですか。まずまずそうですね、ダンプさんいいですね、はい、イーシャンテンです、はい、ただ打点的にハネマン欲しいんですけど。そうですね、オーラスですから。ただ無理はしないでしょうね、トータルトップだしの形です、はい、逆のは親番2万4000点です。
藤島さん面白いですね、ダブルドイツで。山田さんはちょっと時間かかりそうだな、はい、トップ目の山田。親の客野さん苦しいですね。そうですね、現状はちょっと厳しそうです。ビーンズの本一、藤島はなんとシャーガトイツです。今リャンマン払っていくダンプタイヤを経に、そうですね、今ドラ引いたんですね。はい、おお、いいの来た。すごい、いつもなんかさっきより嬉しいかもしれません。そうですね、ただここは上がりたい局面なんで ね、さっきの手も捨てがたいですよね。そうですね、おお、わーわーわー、ツボが素晴らしい。これ名本チートイツはいいシャンテンですね。あ、そうですね、でも大体難しいな、泣きません。ナンは泣くけど、これリャンピン泣きました ね、 あ、そうだね、まあ、藤島は泣く方、キューピンか、キューピンの方から。ジェトクマさんは一旦我慢します。リャンピンはまだリャンピン、いや泣きそうですね。うーん、この状況もオーラスだとね、はい、まあ、全員前に出てくる可能性もあるんで、はい、シャーからでもシャーなければね、うん、ナンは自力でもいいんで、はい、普段よりちょっと上がりやすい局面になると。そうですね、ちょっとまあ上がりやすいというか泣きやすいですね。テンパイまでは行きやすいって感じですね。はい、百野さん何持ってますもんね。そうですね、泣いてのいいシャンテンです。うん、厳しい。悪は勝敗、シャー山々ですか。山々、何も何一枚山一贅沢に残ってますね。ですね。チーピンがないんだ。あらららら、じゃあローピン引きとかはありますね。ローピン山に2枚。ボイドもつけたいですけども。お。なんと。ちょっと誘ってきます。でも三ゾドラですからね。はい、流派は3枚切れです。もう E1 が安全牌になってるんでね、これ、リャン1が4枚見えたんで。はい。いいシャンテンまで来ました、客野です。しっかり絞ってますよね、ダブルナン。まあ、テンパイ入れば何を打ち出しますかね。まあ、ね、うん、あ、これ飲んだ。困った。シャープ当たりになっちゃう。なんとチーピのシャンポン待ちで藤島がテンパイです。もう一トイトイ、いやどうですかね、コツ風呂入ったら。シャーポンしてくれてよかったですよね。はい、マリアンピンはちょっと切りやすい。あれチーピンポンとかだとね、テンパったら何勝負になる可能性あったんで。シャーポンなら止まる。シャーポンならさすがにね。はい、まあ、ただ展望的には藤島さん2000点とかでもおかしくないんで、はい、本一のみの可能性がないわけじゃないですからね。 うわ、ロープだった。まあ打点的にそれは手振りですね。なんまだ残ってますからね、1枚。ドラドラ、山田がドラドラに、あ、入りたかった。イースは切っています。ドラ1枚いますもんね。はい、なん客野のテンパはかなり厳しそうです。この順目もう何も置いています。撤退ですか。ウーピーは現物、現物ですね。まだ粘ると思いますね。はい、なんがある。おい、逆度も前に出てきてますから。ダンプさんは親が泣ける牌をちょっと探したかもしれないですね。はい、おー、泣ける牌ですよ。泣ける牌ですよ。え、どうするの。行くの。マジで本当ですか。跳ねちゃう。
危ないじゃない。びっくりしましたよ。天敗取らずの。まあ、キャンコンさんこういうのしっかりしてますね。そうですね。あ、スーマン入ってた。あらららららら。チーマン切りで天敗取らずです。ここは天敗は取れますね。はい。ヤンソーかな。ヤンソー切っても天敗取りです、山田。山田も役ありません。うん、一人の天やだなと。まあそうですね、はい、天敗に暴れたいですね。親は明らかに K 点が見えますよね、はい、キューピン1位だし、何このケースがないわけじゃないですけど、うん、何は見えていません。ペイは大丈夫。何、これが敗定となります。パクは3枚切れです。流局となりました。2回戦オーラス、藤島山田の2人転敗で流局です。電棒を持った2人が転敗で流局。2回戦トップから山田、2着に藤島、3着に客の、4着にダンプの並びで終了です。続きましては3回戦です。